ティモール海周辺図ティモール海ティモール海はインドネシア島南部オーストラリア北西方にある海域のこと名称はティモール島にちなむインド洋の一部であり北はティモール島南はオーストラリアに挟まれている東はアラフラ海となっているなおアラフラ海は太平洋の一部とされているオーストラリア北岸にはジョセフ・ボナパルト湾とファンディーメンズ湾がありまた 港湾都市として、ダーウィンもある。ティモール海の広さは、東西約8 0 0トル、南北約5 0 0トルほどである。深度は、ティモール島近海が深く3 0 0 0ルほどになるが、それを除けば、大部分は2 0 0ル以前の大陸方となっている。島は多くなく、海域中央部には少なく足もアカルティエ諸島程度で、あるが、ティモール島周辺やオーストラリア沿辺には多く。 メルビル島やパサースト島などがある。海底においては、石油及び天然ガスの埋蔵が知られており、ガス電、バイオン団からの生産やガス電、グレーターサンライズなどの炭鉱、開発が行われている。これらの海底資源については、オーストラリア資本を中心に開発が行われてきた。東ティモールが長らく非独立地域であったことと、大陸法協会の位置の問題により、 排他的経済水域の設定には論争があった。このエリアはティモールギャップと呼ばれ、2007年2月に両国は領海線を確定せずに共同石油開発エリアを批准し、海底資源の東ティモールオーストラリア間の分配を決定した。オーストラリア側ではシェルや国際石油開発定石などが LNG の生産に向けた取り組みを進めてきた。 2018年3月、東ティモールに、クレーターサンライズの大半が含まれる形での、境界確定条約が結ばれた。オーストラリアティモール会共同石油開発地域、国際石油開発定石。 h t t p w w w i n p e x c o j p b i z n e s a u s t r a ラ i a h t m l 2 0 1 2年12月19日閲覧。o l n g 開発で最大1.7兆円融資国際定ンケイビーズ http://www.3Kbiz.jp ビジネスニュース 12万 1219BSD1 兆2121億9050万1二 2, 2 n 1 h t m 2 0 1 2年12月19日閲覧。アジアビュー5東ティモールと境界確定法を重視中国にアピール日本経済新聞長官2018年3月15日2018年3月27日閲覧。ありがとうございます。